夜明けを信じては幸福の科学出版制作による2020年10月16日に公開された実写日本映画。出演は田中博明、仙願、吉子、長谷川奈足川吉美、石橋多つなど。監督は赤羽広アメリカとカナダでも同時公開。幸福の科学の劇場映画としては第20作目。 2020年1月16日、映画、夜明けを信じて、2020年秋公開が決定し、ティザービジュアルなどが解禁、公表された。同年4月26日、映画のあらすじや作品情報、関連ニュース、予告動画、場面写真などが公開された。同年9月6日、9月1日から5日にかけて、スペインで開催されたマドリード国際映画祭において、 長編外国語映画部門の最優秀作品賞を受賞した。同年9月11日、映画、夜明けを信じて、公開前イベントが東京、大井町のキュリアン大ホールで開催された。主役の一条悟を演じる田中博明、ヒロイン、立花美穂を演じる千よ吉子、悟の初恋相手、みな千ち役の長谷川奈緒、そして、 本作の総合プロデューサーを務めた竹内久明が登壇し、トーク主題歌、挿入歌が披露された。同年9月30日、新たに6つの賞の受賞が決定し、合計4カ国13巻になった。同年10月15日、新たに受賞が7つあり、5カ国26巻になった。同年10月17日、新たに受賞が2つあり、6カ国28巻になった。 同年10月19日、工業通信社による10月17日、18日の2日間の観客動員ランキングで、鬼滅に次ぐ第2位となった。実写映画としては第1位。その2日間で、工業収入1億3887万2600円、動員11万1053人を記録した。2020年10月16日、アメリカとカナダで、 同時公開。日本国内では228巻で公開された。公開初日の舞台挨拶は、東京渋谷のシネマート新宿で行われた。田中博明、仙よ吉子、長谷川奈緒、足川よし美、石橋とつ、赤羽広史監督の6人が登壇し、映画に関するエピソードのトークが行われた。1991年7月15日、数万人集めた。 東京ドームでの宗教家、一条、悟の大講演会が開催される。アナウンサーの立花美穂がレポートする一条の講演会の画像がテレビで報道されていた。その番組を見る裁判官の水瀬千秋がいた。一条悟は講演前にこれまでの自分の道のりを振り返っていた。四国の小さな町に生まれ、一流大学を卒業し、就職した大手商社で、 幹部昇進の将来を期待されながらも、霊的な世界に目覚め、会社を辞めて、自分の心の内のうずきに従い生きてゆくことを誓っていた。WTG のツインタワー。屋上に先頭がある左側のタワーが1、WTG 展望デッキがある右側のタワーが2、WTG ブルーノートのエントランス、羽木公園、園内西側にある、バイリン名城公園。 おふけちと名古屋城。撮影用セットは、東京都調布市染め地にある日活調布撮影所に設置して撮影が行われた。その他、東京都世田谷区内の羽木公園や、愛知県の名城公園、名古屋港などがある。ありがとうございます。